はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は偏差値65への算数、これ最後はね、これ言ったらつまんないんでね、いわゆる文章題ですよ。で、文章題の組み合わせです。この中学受験さくららチャンネルは、中学受験の全教科全科目全単元をいつでもどこでも何度でもをコンセプトに作っているチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。さあ、では早速やってみましょう。武蔵中学校の問題です。ある食堂には2種類のランチセット AB があり、 A は800円、 B は1000円です。またどちらのセットを1割引きで注文できるクーポン券がある。ある日 A が35個、 B が42個注文され、クーポン券は32枚使われました。この日の売り上げが6万7100円の時、クーポン券を使って注文された A の個数を求めなさい。ね、さあ、じゃあ条件整理していきましょう。2種類のランチセット AB があるんだと。ね、A ランチは800円。B ランチは1000円だ。さあ、そしてどちらかのセットを1割引きで注文できるクーポン券がある。で、そして、A は35個、売れた。みんな食べたんだね。そして B は42個売れた。だ、そしてクーポン券は32枚使った人がいる。だから32枚は、1割引きなんだね。で、その日の売り上げは6万7100円だったというわけです。で、この時に A のクーポンを、クーポン使って A を1割引きで食べた人は何人かということなんだね。で、じゃあね、まず分かるところ整理していくと、クーポン使うと800円の1割引きですから、 800×0.9 で720円になりますね。そして、こっちは1000円の1割引きですから、 1000×0.9 の900円ですよ。で、あと分かるのはこれ67,100円、ここ00ですからね。これはね、全部800,1900と A のクーポン使った人だけ20円は、出ますよね。00じゃないんです。そうだとすると、ここは00になるためにはね、この720円のクーポンを使った人は5の倍数ですよね。5か10人か15人か20人か25人か30人、ね。クーポン使った人32枚ですから、もうこのどれかに絞られるわけです。まあ、ゼロってこともありますけど、ね。どれかなんです。10人か15人か、20人か25人か30人か。さあ、そしてその次。じゃあもしもね、全員クーポン使ってなかったら、つまりどれだけクーポンで安くなってるかっていうのをちょっと見てみましょう。さあ、800円が35個ですから、全員が800円でチケットのクーポンなしで買ったら、800×35。1000円、B ランチは 1000×42。800×35 は、8000円かな。8、5、40、3、8、20、28000円。1000×42、42000円。だから、ここで7万円のはずなんだね。誰もクーポンを使わなければ7万円だったはずなんです。それが、クーポンを使って1割引きで買った人が32人いたために、ね、6万7100円だったんです。ということは、いくら安くなってるかっていうと、ね、いくら安くなってるかというと、7万引く6万7100円で2900円安くなってるんだね。で、これは、この2900円の安さっていうのはですよ。
こちら A ランチを食べると720円ですから、800円から720円って80円安くなってるね。そしてこのクーポンは100円ずつ安くなってるね。100円ずつ安くなってる。で、合計で32枚です。だから、例えば A のクーポンが5人いたら、5枚 A のクーポン使ってる人がいたら、ね。80円だから 80×5 の400円安くなってるよね。で、B の方は32ですから27だよね。27枚使ってますよ。で、100円ずつ安くなるんだから2700円安くなってる。そうすると合計でいくら安くなるかというと、400たす2700で3100円安くなる。だからおかしいでしょ。これダメなんです。527。で、その次。さあ10枚でやってみましょう。A が10枚だったら 80×10 の800円安くなります。B は22枚ですね。1枚100円安くなりますから2200円安くなります。そうすると800たす2200で3000円安くなります。さあもう次ですね、これ。さあ、A が15枚。15人の人が1割引きで食べたら 80×15、1200円です。さあ、そしたら残り17枚が B ランチですから、100×17 で1700円です。さあ、足すと2900円ちょうどになりますよね。ね。だから2900円安いか、これ15人の人が、A ランチを、クーポン使って、食べたと。いうことがわかるわけです。まあ、鶴亀なんだよね。鶴亀で、まあ、普通に計算してもらってもいいんだけど、ね。20枚だったらね、これね、80×20 で1600ですよ。ね。ですから残り12人、1200円安くなる。2800、もうダメだね、これね。だからもう25、30はもう考えなくていいから、答え15ということです。問題読んで条件整理してね、与えられた条件すべて使って解き切る。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。